ここまでのあらすじ。メリカスの放火とマリケスの死のルンカスにより、ついにジュカスが大火に包まれた。ローデイルは黄金樹の燃えカスに飲まれ灰まみれに。これが本当のシンデレラストーリーエアプキョーギドウンをしばき、ついに王の玉座へと参る。すると何回いるホーラルーとマミエルー、暗月の体験でホームルー、そしてラスボスへといたルーのであったルー。ことしてるけど、え、マリカとラダゴンってなんか同一の存在なの？一つの肉体を二つの意識が共有してるみたいな。お前がラスボス、マリカとラダゴンがラスボスかよ。黄金律ラダゴン一足早い。なるほど、雷槍二連発ね。ちゃんとエスト狩りもしてくると、一足早い。結婚挨拶ですよお父さん。まずは神の体に死を刻む。一発の場合もあるな。早いな。これはあれか、あまり遠距離で戦うべきではないかもしれない。まずはこれちょっとね、今まで培ったお父さんに見せてやろうぜ。デミゴッドたちの力を見せたいんだけど。待て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 、今まで俺が倒してきたデミゴッドの力見せてやれよお父さん。はい、行け怨霊ども。弱すぎる。いやでもハンマーは盾でガードできんのか。ここ攻撃チャンス。つながるのね。なるほど。いや、きちい。なるほど。まず分かったのは、デミゴッドの力を使って勝つみたいな、ふざけてる余裕はなさそう。黄金律ラダゴン。マリカとラダゴンが同一人物というか、同じ肉体に異なる意識が介在しているという認識なんでしょうか。とはいえ体つきも変わっているので、どういう身体構造なのかはさっぱり分かりません。ペアでも食べたんでしょうか。それか肉体が2つあって、その肉体を意識が互いに行き来し合っているのか。謎は多いですが、仮に同一人物とした場合はいろいろ腑に落ちそうですよね。マリカとラドゴンが異なる人物だった場合、争ってないのってやっぱおかしいと思うんですよ。ここまで破砕戦争やらリエーニエ戦没やら巨人戦争やら死ぬほど好戦的なやつばっかだったのに、強大な力を持つマリカとラドゴンが戦争しない、争わないわけはないと思うんですよ。この辺りの構図はね、エンディング後にでも語ろうかと思います。気づきました。これ多分左手体験のアルトリウス深淵歩きスタイルが正解。マレニア戦で至れなかった剣術の奥義をお見せできるかと思います。で、防御をもっと上げたいんだけど、これでいいか。竜の加護持つか。左手にラニの加護、そして懐には竜の加護。行くよお父さん。はい、1、2、ルイ。これがかわせない。もう脳細胞がホーラルーにさ、円髄ねじ切られてるから、これは近づいてはいけない。チャンス回って、1、いい。肩が上がってないよお父さん。四十肩、これは必要経費。あとで領収書出しといて。アテナは上様ではなく指様で。死んでないのか。終わり。大丈夫、一発は耐えられる。これがあなたの息子の力ですよお父様。つまらないものですが、第二形態あるのか。第二形態あるんですかお父様。終わってくれないよな、このままエンディング。ラダゴンの中のエルデンリングが消えていく。
なんだ、深淵に飲まれる。なんですか、このもののけ姫の獅子神様みたいなやつは。ほら、ラダゴンを没収と。頼む、イベント戦であってくれ、消化試合であってくれ、頼む、本当に。うわぁ、なんだこりゃ、もう絶対 100% キャラメル味じゃん。絶対東京のお土産これ。ラダゴンが剣になった。ちょっと神殺しの剣に似ている。神狩りの剣か。うわ、首がない。いや、顔がないのか。もうこのエフェクト、アステールと一緒だから、外から来ても絶対大いなる意志そのものだ。こいつ全ての元凶だ。こいつが宇宙が内包されている。うわ、フィールドも変わった。主人公めっちゃ驚いてる。第二形態かよお前って、すげえ驚いてるじゃん。エルデの獣、獣ですか最後は。待って、カメラが。まずはブレスか。すげえ攻撃、モーションすげえいい音する。気持ちいい。アーマーが割れる音がする。なるほど、アーマー割ったよ。780入ってる。超激動。いや、これがエイペックスだったらもうキル取れてんのに。なるほど、攻撃は3発ね。いや、でも回復がないんだよな。最後は獣ですか。おそらく大いなる意志そのもの。この獣ってワードがきっと大いなる意志を指し示す結構重大なワードなんだろうな。獣人しかり。いやー、ちゃんとしたボスだ。エルデの獣。前回神にまつわるものには獣が永住として存在する話をしましたが、ラダゴンの永住がこのエルデの獣なのでしょうか。しかし他の獣と異なり、大いなる意志そのものという感じがします。というか見た目は獣でもないし竜でもないし、当然人でもありません。形を持たない大いなる意志である俺が考えた最強の獣って感じです。あと戦闘中は気づきませんでしたが、この攻撃モーションが桜竜と一緒ですね。ラダゴンからエルデンリングが消え、こいつが現れたので、エルデンリングそのものが大いなる意志の一部なのかもしれません。何それ、初見です。体キモいですね。頑張ってください。待て、ってか普通にあいつ攻撃もしてきてるんだけど。なんだこりゃ。おそらくこれは即死だから攻撃モーションを止めなきゃいけないんだろうな。だからあんなバカみたいに距離取るんだろう。まずは挨拶代わりの月星。このディレイを待てるのは整ってる。ちょっと乱暴だったな。これわざとラダゴンのお尻に切っ先が刺さるように攻撃しています。エルデンリングはボスのなんつーの体にちゃんと当たり判定がダメージ判定が違うんですよ。それぞれのボスにはちゃんと弱点判定があって、ラドコンの場合はお尻が弱点。お尻に直接腐敗と毒をぶち込むことで状態異常が溜まるスピードもかなり速いです。もし倒せないよっていう方がいたらおすすめ。いかに神といえど尻から赤い腐敗と毒をぶち込まれたら生きていられませんので。
2発目にも対応しています。それは2発目は早めに回避、3発目は顔が下向いた瞬間に避ける。一瞬さ、あのラダゴンの3発目の攻撃が5等分の花嫁の樹に見える。髪飾りが相まって、髪飾りっていうか顔の割れ目から覗くエルデンリングが、後で比較画像上げといて収録するときの俺頼むよ。はい、どうだ、赤い不愛は痛かっただろう。ラダゴン、お前の娘はもっと強かったぞ。こんなものか。はい、あと一発終わり。対戦ありがとうございました。 GG。 OK、 だいぶ聖杯残せた。7本でかいわ。結局エルデの獣は物量戦だからな、どうあがいても避けられない攻撃があるので、いかに回復を残せるか。行きましょう。で、ここからは左手に体験のアルトリウススタイル。ブレスは背後に回る。時が来たらクソ食い君も呼びたい。それは後ろに回る。はい、モーション自体はさ、ラダゴンの方がきつめなんだよな。本当にこいつ体力がめちゃめちゃあるのと、遠距離攻撃が充実しすぎてる。これは大縄跳び大会です。大事なのはカメラの位置、上から俯瞰する位置で見ないとジャンプするタイミングがつかめない。マリオパーティーでこんなゲームあったな。確か、いきますよ。やばい、まずい。回復は回復しないと。勢いよくそぐいくん。このエルデンリング、大事なものを2つ僕は得ました。このエルデンリングの物語で1つは今左手に持ってる暗月の体験、そう、愛する者ラニー、そして今俺の右隣で戦ってくれている俺の右腕クソ食いくんという真の友。一番大事なものをもらった。あとは勝つだけ。はいはい、3発目と4発目はディレイ気味。これ別に両剣ステップじゃなくても避けれるな多分。はい、お前、俺の大事なクソゲクを離せ。このお前、俺の大事な友に来た。でもそれはクソゲクに行ってほしい。それはクソゲクに行け。なんでこ、ふう、よしよしよし、それはデレムーブ、それはデレムーブよ。オッケーオッケー、それもクソグ君に言ってる。助かるわ。これは急にこちらに来る可能性があるから、ちゃんとよく見ること。1、2、やばい、欲張った。何を欲張るんだ。俺にはもう愛するラニがいて、クソグ君がいる。これ以上何を欲張るものがあるというのだ。満ち足りている全てに。なんて満ち足りた戦いなんだ。戦っているのにこの充足感、これがエルデニー、エルデの王になるということか。うい、
よいしょ、あと3分の1ぐらいか。それはもう両剣ステップ連打。夜が明けそうだ。夜明けだ。はい、これ4発目だけあれかな、ターゲットが変わるみたいな仕様なのかな。よいしょ、うい、落ち着け。3発目来るよ。はい、ここで回復。何？なんだなんだなんだ、砲弾か。はい、回復はもうない。いやもうこれ行く、ゴリ寄せるし、ゴリ寄せるでしょ。何何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 、縄跳びか。し、待って、果てなんだけど。おい、最悪、最悪すぎる。何これ、エリア無限じゃないのかよ。もう最悪、いつの間にか果てまで来てた。まずい、もう食らえない。クソゴイ君の体力もわずか。しかし行く、これで終わらせる。よいしょ、1、2、あと数発。 OK、 クソグイキョンが囚われてる間に終わり。待て、どうしよう、月光剣、月光剣、もうこれでいいや。月光剣打ちたかった。終わった。ありがとうクソグイくん、出会ったすべての者たちに感謝を。さすがに終わりでしょう。え、ちょっと待って、ムービーじゃないのか。え、ラニを召喚する、祝福がある。待って、これ祝福触ったらエンディングみたいな感じだよな、きっとな。ルートが3つある、分岐だ。エンディング3つあるね、多分。マリカの、これがとマリカの像に触るのが多分普通のエンドで、向こうの祝福に触るのがバッドエンドみたいな感じだと思うわ。で、おそらくラニのイベント、ラニイベントを完遂してるから第3の選択肢が出てるって感じか。いや、そりゃまあラニを召喚するでしょう、当然。終わりました、すべてなりました、王に。久しい、懐かしい。あなたから授かった剣でとどめ刺しました。嘘じゃないです。 The battle is over, I see. 終わりました。なんかエヴァであったよな、こういうエヴァの亡骸みたい。首そこまでしてないけど、俺首までは落としてないけど。どうするんだラニさん。いや、もうラニと呼ぼう。っていうかマリカに戻ってるよな、これ顔女性だよね。やっぱマリカとラダゴンは同一の存在だとし、なんだろうな。Now cometh the age of the stars. 新たな律を刻むのか。月の律。Beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness.音もしますよ、どこまでも、星の彼方までも。
Well then, shall we? Shall we? Sure. My fair consort eternal. エルデンリングは婚約指輪である。これ多分ラニエンドはトゥルーエンドだろうな、おそらく。幸せ、多分俺が、僕が今幸せを感じたんで、あのハッピーエンドです、これは。ラリヌートが。いやー、終わったー終わったー。いや、まあ終わってはいないな、現実に言えば。むしろ始まったと言えるだろう。まあいろいろ思うところはあるけど、まあ多分月の率もうラニエンドも一応考えている考察というか、まあ要するに多分ラニとしては神が地球にいるとややこしくなる、宇宙人は宇宙に帰るべきだみたいな、だから星の彼方に帰ろうみたいなルートなんだなってなんとなく思ってます。他のなんだろうな、でもクルイビールートとか多分普通に進めた時のノーマルエンドもう気になるよね。メリカスすまねえメリカスあいつ自分の体ね燃やし尽くして黄金樹燃やしたのに最後1ミリも出てこなかったからね。まあラニ様を一回最初のね初見プレイ、初回プレイでラニエンドを選べたのは結構良かったわ、納得。まあここから出会っていない NPC、まあ、拾ってない魔術武器のねテキストを読みながらね本当の意味でエルデンリングを楽しもうと思います。でここから多分ちょっと今頭で考えてることをおそらく別撮りで話そうと思ってます。後撮りの60です。今から僕が考察したエルデンリングのあらすじをね3分で話していこうと思います。ではいきますよ前提としてマリカは大いなる意志により使わされた宇宙人とします。宇宙人は狭間の地を支配したい。そのために狭間の地でブイブイ言わせていた竜や巨人を滅ぼしました。これから先も狭間の地を支配するためには宇宙人の力をつく子孫を用意しなくてはいけません。そこで狭間の地で最もでかい筋肉を持っていたホーラルーとマリカが結婚し子供を作ろうとしました。生まれたゴッドウィンは優秀でしたがモーゴットとボーグは忌み中年、ゴドリックは神の血が薄いのか脆弱、これは一人だけじゃ何かあった時に後継者に困るなってことで今度はマリカの体をラダゴン人格が支配、そしてリエーニエの英雄レナラとの間にラダーン、ラニ、ライカードを授かりました。しかしこちらもラニ以外は神としての素質は微妙、しかも全員アンチ大いなる意志。ホーラルーとレナラと子作りしたけど結局自分一人で子供を作った方が純度 100% の神が産めるんじゃねってことで生み出されたのがミケラとマレニア。しかし一人で産むのはやはり困難だったのかミケラは一生子供のショタジジ、マレニアはいい感じに腐敗を宿して神の資格があるんだけど体がその腐敗についていけてない。こんなに一生懸命たくさん子供作ったのに大いなる意志はこれも違うあれも違うと文句ばっかり、そこでマリカ人格とうとうひすりました。もう道理でもなあれと大いなる意志に反してエルデンリングを破壊、その反動でマリカの肉体は破損、これやべえわと急いでラダゴン人格になるも反動で動けない、結果修復を図るも不完全で失敗、リングが壊れたしマリカ裏切るしこいつ無敵の人じゃんと大いなる意志はマリカを拘束し黄金樹内に封印、リングが砕けたことで外にいる大いなる意志と連絡が取れなくなり2本指
指は機能停止、そのタイミングで陰謀の夜、ゴッドウィンは死亡し、ラニは肉体的に死亡、ライカードは蛇にごっくん、ごちゃごちゃ身内が揉めている隙にモーグが地下から脱出しミケラを強奪、そのミケラを取り戻すためにマレニアがケイリットやリエニエに挙兵、それに合わせて砕けた破片をめぐってモーゴットとゴドリックが破砕戦争を起こしました。まあ、なのでマレニアは実は破砕戦争には参加していなくて、ただミケラを取り戻すために戦ったのじゃないかと思いました。まあ、その結果ラダーンとマレニアが引き分け、ゴドリックはマレニアに土下座、ライカードは蛇になって家族おままごと、狭間の地が混沌となったところにエルデンリングを奪おうとやってきた主人公、数々のデミゴットを打ち倒しついに黄金樹へ至る、大いなる意志が主人公を追い返すために壊れたマリカ・ラドゴの肉体を操り襲いかかってきました。それに勝利し大いなる意志を完全に排除、純粋な人の力でエルデの王になったのでした、といった感じですかね。まあ、なぜ主人公は王になりたいのか、マリカがなぜひすったのか、まあ、この辺りは多分全然情報が少ないので、こうだって断定することはできないんですが、まあこんなところですかね。僕が導き出したのはこんなところです。まあまたね、2週目3週目っていろいろ情報が入っていくうちにこのね考察は壊れ修復され、形が歪んでいくんでしょうが、まあ初見ね、初回プレイを通して僕なりに出した結論はこんな感じでした。まあところどころ無理があるのは分かってますが、ね、あとは DLC での保管を待ちましょう。はい、以上です。これ、できてんのか。まあ、というわけで、エルデンリングの実況は以上になりますが、別企画でね、ちょっとした、企画系の動画で、エルデンリングは一本やろうと思っていますので、まあ、いつになるかわかりませんが、気長にお待ちください。それでは、お疲れ様でした。165秒2分と45秒か、うん、3分切れたな、よかった、2周目やろう。